六大ゴと四尺ジョン・ベレカー元水ゴー四尺は、イギリスの四尺院。アイルランド貴族。初代キルタードン男ャクジョン・プレンダー・ガスト・スミスが1816年に、譲されたのに始まる。彼には、子供がなかったが、特別継承権によりベレカー家によって2015年現在まで、継承されている。1946年には六大ゴート死ジョン・ベレカー元水が、 連合王国貴族のゴート死者を与えられているが、一代で耐えている。アイルランド議会庶民委員を務めたジョン・プレンダーガスト・スミスは、1810年5月15日に、アイルランド貴族、ゴールウェア県のゴートのキルタートン男爵、ついで1816年1月16日には、アイルランド貴族、ゴールウェア県のゴート死者に助せられた。彼には子供がなかったが、 この二つの爵位は、姉ジュリアナ・ベレカーの息子への特別継承権が認められていた。そのため、初代豪都市借の死後、ジュリアナの息子チャールズ・ベレカーが二代豪都市爵位を継承した。彼も就職前にアイルランド議会の庶民委員議員を務めた。就職後の1823年から死去にかけては、アイルランドの貴族代表議員として、イギリス貴族院に議席を有した。 その息子である三大豪と死者ジョンベレカーも、トーリー島所属の庶民委員議員を務めた。その彦である六大豪と死者ジョンベレカーは、陸軍軍人として、陸軍元帥まで昇進し、第二次世界大戦中には、海外派遣軍司令官を務めた。彼は、死の直前の1946年2月8日に、連合王国貴族爵位、 初代ダラム州のハムスタリーのゴート死者に助せられて、貴族院議員に列しているが、男子に先立たれていたため、彼の死後、この爵位は消滅した。二つのアイルランド貴族爵位が弟スタンディッシュ、ベレカーに継承された。しかしこの七大ゴート死者も子供がなかったので、彼の死後八大ゴート死者位は、いとこの孫にあたるコリン・レオポルド・プレンダーガスとベレカーが継承した。 2015年現在の当時はその息子である旧大号と、シャクフォーリー・ロバート・スタンディッシュ・プレンダーガスト・ベレカーである。皇帝推定相続人は、現当主の息子、ロバート・フォーリー・プレンダーガスト・ベレカー家家。ありがとうございます。